牛の角。はい、どうもクイズロック川村です。ガーゼンです。本日は東大生 VS バカということで、今回はバカとの対決です。コンプラそうですね、はい、まあでも今回はバカを用意しましたんで、はい、それでは登場してください。バカの登場です。アミエゴー、アディオスアミゴー、オラオラオラ、アディオスアミゴー、ブロシオース。確かにこれバカだ。アミエゴー、アミゴー、CEO がアミゴアミゴブエノスタルです。スペイン語が好きなんですか、この人は。お、よく気づきましたね。ブエノスディオス。はい、ということでまあね、バカといえばもちろんスペイン語で牛のことですからね。ということでバカに関する知識ナンバーワン決定戦、バカクイズ王、いやアミゴー、アディオスアミゴー、セレナー、やあげるよ。なんか別にそんな欲しくない。あげすぎる。本当ですか。うん、だってなんかもうだってかぶり物まで欲しいんだよ。ということですね、バカに関するクイズを皆さんに出しますので、はい、お答えくださいと。はい、あるよ。今回は東大生 VS バカですので、2人の得点を足したものと、バカのね、得点を。ほらほらほら、ほら、あるよ。結構有利じゃん、今日。河村さんかこうちゃんが間違えてしまった場合は、はい、その2人とももう押せなかった。あるよ、あるよ、あるよ。連帯ね、連帯するんだけどね。はい、やってみましょうか。アディオス。問題、牛の角。互角。正解。やったー。うぃー、アミーゴー。アミーゴー、アミーゴー。バカに関するクイズ。いや、牛に関するクイズ。ああ、何言ってんのこれ。バカのバカ。何言ってんの。牛の角は左右で大きさが同じであるということに由来する、実力に差がないことを表す二字熟語は何。あ、本当だね、同じですね。うん、そんなことね。東大生チーム、1ポイント。まあね、だから、僕はバカと競ってるわけですから。勝手に決まってますよね。バカに負けたら恥ずかしい。バカに負けても、牛に負けても恥ずかしい。はい、では参ります。はい、第2問、問題。物の数え方で、牛乳は1杯、2杯などと数えますが、乳。1頭、2頭。正解。ドボーズ、ドボーズ、ドボーズ、サミーゴー、ビアボーイ。うるさいな。牛乳と乳牛で、確かにそういうことか。はい、アモーレ、アモーレ、アモーレ、アミーゴ、バカ、世界オールアミーゴ。ないオールアミーゴ。日本語、英語、スペイン語。食べ物準備するくらいだったらもうちょっと詰めた。設定がグラグラだから。まあ、もしくはね、ひずめと書いて、手でも正解です。手、手すごい字だね。そうよね、2つかだね。一番この場に似合わないじゃん。3問目、問題。カウは英語で目牛のこと。さて、仕事中のカウボーイが乗る馬。正解。うわー、ボーズ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 、アミゴー、アミゴー。ボーズ。カウボーイはね、あの牛を追ったりして牛をまとめる人であって、その馬乗るのは馬ですからね。牛を追うときに牛乗ってたら追えないですいやー、この人すごい食い強いですね。食い強いですね。あのこの辺の氷も強いですね。バカだからせんか。自分のことですからね。確かに確かに。あ、そう、うん、人間に関する食い出されてると思うんですけど。そういうことそういうこと。こっちは不利じゃないですか。人間関数計算されたお家芸、お家芸だよね。はい、これで東大生チームが1点、バカが2点。はい、はい、問題。株式会社マグナが販売するリューマックス 21C とは。よし、マグナだから磁石。正解。出たー。おー、あー、解説したいー。あ、バカ解説したい。まあ、じゃあ、はい、どうぞどうぞどうぞ。いやいやいや、何言うの、疲れていただいて。ええ、どうぞどうぞ。解説してください。せっかく、はいはい、牧草の中に釘が混ざっちゃうことがあるので、はいはいはい、それを食べちゃうんですね、牛が。はいはいはい、ね、もうなので、釘を取り除くために磁石を食べさせてくっつけて出すということが行われています。はい、お見事、完璧です。ああ、なるほど、素晴らしい。バカも知ってるよね、そのことは。バカも知ってるけど、バカ正直にそこなっちゃったからね、ちょっとバカの一つ覚えって感じだったね。何言ってる。何言ってる。キャラが定まってね。ちくしょう。これでね、同点じゃないですか。同点です。以上ですね、まさに互角ですね。はい、おー、もうまあでもこうなることは当たり前体操だったからね。ハムカウね、うん、はい、あ
すげえ。よし、すげえ。山本さん1ポイントだ。問題、三門の額に書かれた漢字の一つは善光寺。正解。ちょっと待って、バーン、おーいぽーすごい速さで正解です。今回はあのバカに惹かれて善光寺ないっていうね、あのことわざがあるので善光寺かなと思ったわけですね。三門って言ってるから三門は寺にあるんだからね。そうですね、そこの変換もお見事ですね、はい。牛、牛がそれ知ってる？バカバカなりに解説してみたね。いやだからそのまあまあそれはその自分が乳牛だから、まあ1頭2頭って数えられる記憶があったりして解いたかなと思ったけど、うんうんうん、牛にしてはそれ知ってるのすごいな。いや逆に言えば牛は自発的に前後に行ってる。自発的で。人様をバカが引いていくから。なるほど。それは強いわ。そうか、それは強いわ。はい、ちなみにあの前後の前という感じが牛の顔に見えるらしいです。確かにね、見えますね。はい、これで2対3となりました。バカ強いよ、バカ、バカいいよ、バモスバモス、いい勝負です。次取られたら7問だから負けちゃう。やばいやばい、ちょっと絶対取るな。押していこう、押していこう。問題、漢字では牛に綱。牛に綱、おー、塩で。やばい、ゆっくりしましょう。最後まで聞きましょう、はい、これは。はい、漢字では牛に津波の津と書く。イギリス最古の大学が位置する都市はどこ？オックスフォード。正解。やられた。俺もね、俺も牛に津だと思ってね、マジで知らないで待とうと思ったら津波の津ね。はい、知らない漢字きた。目が点。津だから知らんと思ったら普通に牛津だった。おお、オックスのフォードですからね。オックスフォードね。そうですね、これでなんと同点です。やばい、バカチームやられてる。バカチーム、まさに互角。確かに、まさに互角しかねえじゃん。だってこれでチームを決するのかというところですね。まあまあでもね、あの猫たちといい戦いができてるからね。ね、嬉しいね。そう、あの小バカが曰くさ、遠方より友のプレーあり、また楽しからずやですからね。拳ね、うん。あー、アミーゴ。マジで何言ってんかと思ったの。こうして、こうしね。こうしね。小バカのアミーゴ大事に。はい、それでは、来週問題です。はい、はい。問題。スペイン語で。来ますね。ニンニク。あー、アホとちゃうかった。はい、続けます。スペイン語で。目牛はバカと言いますが、ニンニクは何と言う？おぉ、正解。わぁー、読み合ってたけど、カーメンさんの。そうですね、ごっちゃんです。ということで、優勝はバカー。イエーイ、バカー。読みは素晴らしかったね。はい、もう今日、この企画聞いた段階で絶対これ出ると思ってた。スペイン語でおっしゃろうってずっと思ってたけど、逆かー。逆でした。いやー、これはねー、やっぱね、我々早まったね。それはしかないね。そうですね、うん、まあ俺逆にもう後ろから行ってうっしーしって感じね。もうまあでもちょっとやっぱ相手の後藤で取ったって後ろめたさもありますからね。バカロメタさ、バカロメタさ、バカロメタアンドロメタみたいな。はい、ということで今日はアミーゴの皆さん見てくれてありがとう。今日はバカと東大生でクイズをしたよ。まあ世の中の人みんなアミーゴだから、そんなもんね、結果とかじゃない。アミーゴのみんなはちゃんとチャンネル登録を貸すもん、このチャンネルツイートしてくれよ。じゃあアディオース。急に陽気な人だった。次の動画はこんなんじゃないんですよ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画も見てくださいね。